どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの教えに火をつけちゃう。やってきました。はい、久しぶりのスーツスタイルなんですけども、はい、こちらちょっと視聴者にもらったあのネクタイなんですけども、今日はですねカレーですね、カレー屋さん、はい、お店名が金丸さんと、はい、蒲田駅から徒歩3分ぐらいの距離にありますかね。はい、もう中ですごいなんか作ってますけれども、はい、今日はインドカレー、激辛カレーをちょっとね食べたいなと思います。はい、じゃあ今日もねこのおなじみのスーツをびっちょんこにしながら行きましょう。レッツゴー。よし、じゃあ行きましょう。はい、はい、出しまーす。はい、いらっしゃいませ。今日も人肌脱いじゃおうかな。はい、というわけでやってきたんですけども、金丸さんですね。はい、まあ、ここにいっぱいこう料理があるんですけども、今回は、キーマカですね。まあ、はい、辛さレベルがこう選べる。辛さは選べるんです。選べるんですね。1、2、3、4、5。はい。なるほど。わかりました。じゃあ今日はその一番辛いの。一番辛いの。はい。どうなんですね。キーマカレー。キーマカレー。キーマカレーの5。マックスレベル。あ、わかりました。結構辛いですか。結構辛いです。じゃあちょっと楽しみなんで。はい。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい、という感じなんですけども、結構辛いもんで、マックスレベルですから、もうすでに熱いからちょっと脱いじゃん、もう熱い。おー、来ましたー。 OK、OK、キーマカレー、キーマカレー、キーマカレー、 OK、OK、OK。 わー、すごい、大きいなー、めっちゃ大きい、すごいね、激辛マックス。うん、わー、わー、もうこれしっかりこれバーター、何にバターがこうね照り輝いてますよこれ。うまそう。え、これヨーグルトもついてると、なるほど、こらうまそうだ。なん、顔の、僕の顔の3倍ぐらいありますよこれ。いただきます。さあ、激辛キーマカレーさん、お手並み拝見ということで、これね、なんだけでもこれ絶対うまいですよこれね。うん、バターの風味が効いたこのもちもちのマンに、マンじゃねえ、なんだったごめん、あ、はい、ここをねこうつけていきたいと思います。辛そう。いただきます。うん、カレーのスパイスは辛いですけど、その分このね、何にこのバター風味が効いてるんですかね。バターの風味が効いてその辛みを包んでくれる。ああ、うまいですね。グッド。これヒングが入ってて美味しいですよ。ほら、うまい。ナンが進む。これね、見てください、この顔ぐらいありますよ、これ。このナン、ジョニーです。しかもこのナン、おかわり自由だ。ということですよ。マックスだけあって結構きますね。スパイスが喉にきて辛いわ。あー、辛い。あ、熱いからね。なんだっけ、食べても美味しいのよこれ。見て、このバターがかかってるんだね。バター風味でナンが照り輝いてる。これだけはうまい。もっちもち、もっちもちなんですよこのナンが。しっかりこのカレーさんを吸い込んで、もう開始5分ですけど、もう来ましたね。ここで一発やっときましょうか。ここで来ました、塩気タイム。どん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 、今日もびっちょんこでしょ、びっちょんこ。何のおかわりですか。何のおかわり、お願いします。はい、
キーマカレーがこう合うわ。うん、焼いてると、これ何なん、あ、すごい、あ、こうやって炭の中でこうやって貼り付けて、うわー、初めて見た、初めて見た、かっこいい、すごい、グレイト、グッ、うわー、すごいね、わー、これで完成、完成、パリパリにも仕上がってる。え、バター、バター、はい、あー、これさっきの香ばしい風味が、これで完成。こうやってなんで出来上がるんでね、出来たてのなんなんで、熱いし食べちゃいましょう。あた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 、出来たてですよ、これは嬉しいわ、あったあった、出来たては2倍美味しいですね、2倍美味しく感じるわ、ドラーつけばもう熱帯音、熱っ、これ熱っ、うん、裏面をこうしっかりパリパリに焼き上がってるわけですよ、今度はこのパリパリ、うわ、定食でついてくるみたいな、これ、ね、うん、まあ、ごちそうさまでした、完食しました、オーケー、はい、というわけで金丸さんの、激辛キーマカレーレベル、辛さレベルマックスを、食べ終えたんですけども、街中でインドカレー屋さんとかいっぱいあると思うんですけども、でもなんか美味しいカレー屋さんってなんかナンが美味しいですよね、ナンも非常にこのバターの風味が効いて、スパイスの効いたキーマカレーを、ね、この辛いんですけど、辛さの後にこのナンがね、このバターの効いたナンがより辛めやって美味しかったですね。辛さレベルの発表しましょう。金丸さんの、からキーマカレー辛さレベルマックス、辛さレベル、じゃろろろろろろろ、辛さレベル5です、おめでとうございます、はい、なんかこう辛みを和らげてくれるというか、もうバターが効いてたんで、はい、美味しく食べました。なんか非常に食べてなんだけれどもね、俺食べてて甘みのある食感でもちもちして、あ、美味しかったですと、アンパンマンでお土産で持ってったらすごい喜ぶかなと思います、うん、こっちの顔がいい、元気100倍っつって
そんな感じで、もしこの挑戦に高評価の方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新しますんでフォローお願いします。この美味しさ、なんだけに？チャンネル登録